奥田栄之進奥田栄之進から1945年1月7日は明治から昭和時代前期の政治家、実業家、貴族院多額の大者議員、衆議院議員、奥田製造の次男として薩摩鹿児島半領日置軍区式の合六に生まれる。1881年7月、家督を相続する。叔父奥田直之の後を継いで1898年。 鹿児島県会議員に当選。副議長を経て、1902年同議長に就任。同参事会員も務めた。1908年5月の第10回衆議院議員総選挙では、鹿児島県軍部から出馬し当選する。立憲声優会に属した。以後、衆議院議員に連続4回当選した。その後、1925年鹿児島県多額納税者として、 貴族院議員にご選され、同年9月29日から1932年9月28日まで在任し、在任中は研究会に所属した。議員在任中は、串木の校の執行などを推進した。他、鹿児島県の会長、南札鉄道取締役、鹿児島新聞社長、川口鉄道取締役、串木の製氷社長、鹿児島課。 最優系総合取締役などを歴任した。ありがとうございます。